おはようございます。それでは冬季講習2日目やっていきましょう。で、今日は数学です。で、4問問題がありますので、ぜひね、動画止めて1回チャレンジしてみてください。で、分かんなかったり不安なのがあれば、この後ね、解説やっていくんで聞いてみてください。よろしくお願いいたします。では早速行きましょう。で、左側は今回ルート計算です。あ、右はルート関係ないんですけど、まずルート計算やりましょう。で、ルートは今回1番が引き算と掛け算が混ざってます。で、2番は引き算と足し算で、3番も引き算と足し算なんですけど、まあ、どの四則計算が入っていても、まずね、自分が確認することはルートを直せるやつがないかなから始めます。基本的にはどういうことかっていうと、これだったらルート32、これがほにゃららルートほにゃららに直すことができます。で、自分はそこからやってしまうんですけど、例えば32は 16×2 なんですよね。で、16が4の2乗なんで、ルート32って4ルートに直せます。こっから直してしまうんです。で、もう一個次に大事なのは引き算と掛け算、どっち先って言ったら掛け算ですよね、四則計算のルールとして。なので、まあ、引き算は後で取っておきましょう。2ルート 3× ルート6。これを計算します。で、この計算は、大体の方がね、おそらく、ルートの中身が掛け算できるので、ちょっとこっちにやりますね。ルート18とこうなります。ここ。あ、2ルート18ね。ルートの中身だけを掛け算すると。で、ルート18がさっきと同じように直すことができる。ルート18は、9×2 なので、ルート18って3ルート2なんですよ。ここね。ルート18が3ルート2。で、もともと2がいるじゃないですか。で、暗算で間違いやすいのが、あ、もともと2がいるから、OKOK。2たす3で5ルート2だよね、と。やりがちなんですけど、そうじゃなくって、ここはもともと掛け算で繋がってるので、2×3 ルート2です。この直し方ね。だから、直すと6ルート2になります。つまり、この赤の波線のところが6ルート2なんで、引く6ルート2。つまり、外、4引く6をやると、マイナス2。で、ルートの中身は変わらないので、マイナス2ルート2となって、これで終了になります。で、さっきみたいに2ルート18から、もちろん直してね、6ルート2です。それ、もちろん構わないんですけど、ちょっとね、まあ、時間短縮っていうか、そういうアプローチもあるよねっていうのを覚えておいてほしいのが、これね、見たときに、パッて、6ルート2って割と出てきます。なんでかっていうと、まあ、頭の中でね、やるやり方なんですが、まあ、今こうなってるじゃないですか。この赤の部分ね。で、6って、もう 3×2 なんですよね、当然。ってなるから、ルートの中身掛け算した時に、3がもうペアになることはわかるんだよ、ここで。だから、ペアになるから、こいつら外出てくるから、あ、2と3かけて6か、あ、2残る、じゃあ6ルート2だね、みたいな。風にやると、個人的には早いと思ってます。まあ、好みがあるとは思うんですけど、よかったら参考にしてみてください。ではでは、2番行きましょう。で、これも同じですね。まず、直せるやつは直そうと。で、ルート3は、直せないんで、そのまんま。で、27は、上に書こうか。9×3 なので、3ルート3ですね。だから、マイナス3ルート3。48は、16×3 です。だから、4ルート3ですね。プラス、4ルート3と。で、今回は全部というか、引き算と足し算だけなので、どっちが先っては特にありません。まあ、全部、ルート3で揃ってるから、ここ1ね。1隠れてるからね。1引く3プラス4。つまり2ですね。外が2。ルートの中身はそのまんまで、2ルート3で、これで終了です。で、ラスト。いて。ちょっとね、思いっきり子供の声入ってると思うけど、ごめんね。冬休みちょっと許してください。で、7ルートには直せません。で、18は、これはさっきなかったね。嘘。9×2。9に18なので、こいつ3ルート2になります。直すとね。で、あとはこいつ、分母、分数の下にルートがある場合は、有理化を先にやりましょう。で、有理化のやり方は、ルート2分の8ね。ルート2、下のルートを同じものを分母と分子にこうやってかけます。まあもちろん暗算でやっても構いません。で、ルートっていうのは同じものをかけると、ルートが外れて出てきます。数字が2になる。で、2になることによって、こいつとこいつが約分できる。
ルートの外の世界と外の世界が約分できるから4になる。だから残ったのが4ルート2。つまり有理化すると4ルート2となるので、まだルート2がね、なんか揃ったから、7マイナス3プラス4、つまり8。つまり、8ルート2と。これで、計算問題は終了となります。まあ、ルートの計算はね、こんな感じで、足し算引き算のみの時もあれば、四則計算こうやって混ざってくるパターンもありますので、まあ、有理化が出てこようが、どんなルートの中身が出てこようが、こうやって中を出したり、有理化してまとめていけば必ず得点取れるとこなので、まあ、丁寧にね、できれば早くやってほしいですけど、まずは成功できる、成功じゃないや、正答できるようにね、丁寧に解いていってください。では文章問題いきましょう。有名な問題ですね。今回鉄橋、まあ橋だけなんですけど、あとはトンネルとかもね、このタイプの問題で出てきます。じゃあまず読みましょう。列車が鉄橋、まあ橋だと思ってください。橋を渡り始めてから渡り終わるまでにかかる時間が長さ200メートルの普通列車だと30秒。長さ160メートルの特急だと14秒です。じゃあ、あ、じゃあない、もう一個。また、特急列車の速さが普通列車の速さの2倍でした。この鉄橋の長さを何メートルか求めなさいという問題。で、まず求めたいもの。鉄橋の長さですね。まあ、数学では必ず求めたいものを X と置くのが基本的ルールなので、これが X にします。橋の長さですね。で、やり方としては、もし1個しかないんでね、あとはまあ、文章を式に起こせれば OK なんですけど、電車が2つあります。普通列車と特急列車。で、それぞれについてちょっと考えていきましょう。でね、まあ、橋の問題の時はよく自分この図を書くんですけど、1本書いて、こういう橋ね。まあ、本当はここまで書かなくていいんだけど、こうやって橋があると。で、左から右に行くと思ってください、今で、列車がね。渡り始めてから渡り終わるまででどこかっていうと、渡り始めは、橋の頭、電車の頭が、ここにくっついた瞬間橋に、これが渡り始めです。で、渡り終わるまでっていうのは、列車のお尻が、全部橋から出たことを渡り終わるというので、こういう状態になります。で、ここがすごくポイントで、まあ、この問題のね、ミソになるんですけど、今、頭、先頭と先頭を比べると、こっからここまでなんですよね。で、ここまでに関する見恥をまとめていきます。道のり、速さ、時間。で、どうやるかっていうと、道のり、速さ、時間でいきましょう。で、まずじゃあ、普通列車、こっちからいきますか。こっちね。まず、速さは、あれか、時間からいきます。普通列車の場合は30秒と言ってるので、時間が30です。30秒ね。で、列車の長さが200メートルなんですよ。で、道のりは今、こっからここまでを考えてるんですが、橋の長さが X なので、ここは X なんですね。で、やりがちなミスとしては、図を書かなかったり、もちろん問題に慣れてなかったりすると、あ、これ道のり X でいけるじゃん、って橋のことでしょって言っちゃうんだけど、今、頭と頭を比べたとき、30秒で移動したのは、橋の長さと自分の列車1個分。まあ、1車両分、車両とかま、1個分でいいか。分。だから今200メートルですよね。つまり、道のりは X プラス200とこうなるんです。渡り始めてから渡り終わるまでの話をしてるんでね。で、今、道のりと時間が出てきました。2つ揃えば、速さはその2つを使って表せます。なぜかっていうと、ドラえもんの鈴行きましょう。見恥。まあ、人によっては気恥。距離、速さ、時間で習ってるかもしれないんですが、ちょっとこっちで行きます。見恥ね。速さは道のり割る時間です。まあ、もしくは時間分の道のり。こうです。速さはね。だから、時間分の道のりと考えれば、2つを使って30分の X プラス200と、こう考えることができます。速さはね。これが今青の普通列車の話です。じゃあ同じように特急列車、こっちも考えていきましょう。だけどこっちも結局渡り始めも渡り終わりも同じです。何が違うかっていうと、時間が14秒なんです。特急は。あと自分の長さが160メートルなので、
ここが x プラス160に変わります。橋の長さは x 変わらないんですけど、自分の車両が160なので、突起はそこが変わると。でも、同じように2個出てきました。じゃあさっきと同じように、速さは時間分の道のりなので、14分の x プラス160と置くことができると。これで、普通列車の速さも特急列車の速さも x を使って出すことができました。じゃあ何するかっていうと最後。特急の速さ。特急はあと赤ね。こっちです。特急の速さは、普通列車の速さの2倍なんです。これを式に起こします。で、これは順番でいい。特急列車の速さはこれです。赤の方ね。だから、こっちの特急、赤の方の速さはね、は普通列車青です。普通列車の速さの2倍。2倍っていうのはかける2です。で、これで式完成。まあ、これでって、ね、苦手な方は、えってなると思うんだけど、これで OK です。あとはこれを解きます。丁寧にね。で、順番は青か。じゃあ青で解きましょう。で、まず、これやるとしたら、僕ちょっと区切りますね。普通にね、ここまず30と2、約分して、自分はこうします。で、結局、両辺に14と15かけると同じことなんですけど、よくね、自分がやるのが、分数イコール分数になった時、いいね、分数イコール分数です。の時しか使えないんですけど、自分、罰掛けっていうのをよく言っていて、罰に掛け算するんです、こうやって。まあ、どっちからでも構わないんですけど、まあ、こっちから行きましょうか。15とこっちの x プラス160、こうね。こういう感じ、罰に掛けるから、15、カッコ x プラス160、イコール、こっちの×。14、カッコ、x プラス200と、こう計算して OK です。分数イコール分数の時だけだけど、×掛けです。で、これはやりやすいでしょ？こっちやるより。で、あとは、展開しましょう。15x。はぁ、暗算はちょっとごめん、無理だった。16×15 するから先にね。80で200、そう。いや、204、2400か。2400イコール、こっちも展開します。2800と。で、そうすると、あとはまとめれば、x イコール400と、出てきますね。出てきますので、今求めたかったものが x そのまま、鉄橋長さになるから、答えは、鉄橋の長さ、400メートルと。これで終了となります。橋の問題は非常に有名なので、まあ、ぜひね、苦手な方は。で、今回動画の概要欄の方に、この橋の問題とかルート計算のリンク、自分がもともと授業したやつですね。載せておきますので、もしちょっと違う問題やってみたかったら、よかったらね、そっちも見てみてください。では、2日目はね、こんな感じで終了となります。ではね、今日も1日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。